めっちゃいい天気や今日は。あ、というわけでどうも、かーちゃんレオです。 YouTube 続けますよ。やりますよ。あと YouTube をおろそかにするとかそれもないからね。大人になるとこれあるよね、転職。いや、悩みどころあるね。ほんで私的におすすめするのはね、もしやりたいことがあるんなら軸でね、ちゃんと仕事は持っといて、サブで育てていく。ほんで今だとね、なんか週4勤務とか週3勤務とかね、結構自由な会社とかもあるし、副業 OK の会社とかもあるからさ、同時にいろいろやっていくっていうのが一番リスクがねかからない働き方なのかもしれないなっていう。ほんでさ、昨年からすごいね、自分が興味を持ってた林業、しかもコリッコリに木をコリッコリに切るとかじゃなくて、自伐型林業ってのがね、もう自分的にすげえ素敵だなと思ってて、なんでかっていうと森が綺麗。見てここね、ほら見てこれ。なんかね、木を切るだけが林業でもなくて、道を作って木をメンテナンスする、それもねまた林業の一つというか、自伐型林業。町によってはね、補助金が出たりとかしてて、1メートル、福井市結構高めで、ね、1メートル作ると2000円みたいな。だから1日で100メートルとか難しいと思うけどね、20万円コースみたいな。ほんで森のメンテナンスをしていこうみたいな形の、自伐型林業っていうのもあるんです。ほんでね、今日我が師匠もいらっしゃるっていうか、我が師匠の山なので、ちょっと間近でね、そこら辺見ていこうかなと。今日ホリホリはないと思うんだけどね、前ホリホリの動画も見せたと思うから、ぜひ見てみてください。俺自分でね、山を持ったりとかね、土地を持った時にやりてーんすよねこれ。まあそれもね、林業っていうか分からんだけど、道作りがすげー楽しくてね。ほんで今日はいろいろね、切ったりするやつもあるみたいだね。みんなもね、ちょっと考えてみて、もし自分のね、ふるさとに山あったりとか、自分のね、持ってる山があったりとか、ほんでどうせ持ってるなら山きれいにしたくねみたいな。マジで感動すっぜ。よし、行こう。はい、というわけでどうもです。どうもです。久々の登場、宮田さんです。久しぶりです。どうもです。今日は林業のね、そうですね、ちゃんと僕これ使うの初めて見るんですけど、林内作業車、はい、はい、これ上行って今から、そうですね、広葉樹ちょっと切って巻き材取りに行きましょう。巻き材よ ね、 ね、なるほど、はい、ちょっとね、本当に道が綺麗だから、ちょっと改めてね、はい、はい、見ていただけると幸いです。ほんで今回この林業のちょっと紹介したいっていうかね、はい、僕も全然知らんこといっぱいやで、はい、ほんで今実は女性に囲まれてて、そうなんうちの女性、ね、メンバー3人実は女性3人そう、女性3人ということで、はい、意外や意外、ムキムキボディの人じゃないとダメかと思いきや、最近はちゃんと頭使ってね、そうですね、機械を使ったりとかいうこともあるから、はい、力もなくてもよかったり、うん、そうです。宮田さんももともとムキムキとかそっちタイプではないですね。あ、ではないですね、ね、小さな方なんどっちかというと線が細いみたいなので、そうですはい、というわけで、まあ、見に行きますか。そうですね、はい、はい、この林内作業車に、はい、じゃあ乗っていきますか。あ、ちゃんと乗れらっしゃるんだこれ壊れちゃうんですけどねわー、楽しそう。というわけで行きましょう、はい、行ってまいります。
やべ、楽しかった。いや、自然の中の仕事いいっすね。はい、というわけで現場で今回は広葉樹を、そうですね、広葉樹の、まあ、薪にするのでちょっと枯れた木とか、はい、まあ、そういうものを処理 しようかなと思います、うん。まあ、本当ね、穂滝、まあ、椎茸の原木になるのね、はいはい、穂滝にもなるような木なんです。ここは、うん、奈良の木が多いんで、うん、でこの木を穂滝にするなんて生きた木を切らないといけないんですけども、うん、まあ、今薪にするんであれば、まあ、ちょっともう一回苔生えちゃってて、はいはい、ちょっとダメなんですけど、苔生えてるやつがもう枯れてるやつ。あ、もうこれ枯れてますね。ほんとこれだけ、はい、これだけで、あ、ほんとだ、はい、もう全国的に奈良枯れが今非常にひどくなってきてます。福井は奈良枯れが多いんですね。そうなんですね、はい、横の木も枯れちゃってます。はい、これももう横も、はい、枯れてますね。そうなんですね、はい、危ないし、切ってかんだかんですね。そうですね、うん、切ってあげないともう倒れてしまいます、うん、で菌が入るとやっぱり非常に弱くなりますので、うん、まあ、うちの家で燃やす分ぐらいにはいいんですけど、はい、売り物にはならない。商品にはならない。商品にはならない。商品になるのはやはりね、うん、生きた木をもうちょっとちゃんとしたやつになるんですね。はい、また、まあ、家で燃やす分にはね、はい、まあ、これでもまあいいかなっていう感じですね。そうですね、林業って言っても自分のところで何とかする分を用意するとか、なんか農家とちょっと似てるんですね。そうですね、ね、はい、お米を自分のところで作ったりとか。そうです、そうです、うん、はい、まあ、ここはちょうど集落の裏山でね、うん、はい、昔から薪を調達したりとかしてた裏山なので、うんうん、はい、まあ、ただずっともう放置されていた山でもあるんでね、はい、うん、まあ、それをこの道を入れて、ね、整備し始めてますね。ピカピカになってね、はい、ちょっと離れた位置からちょっと見てよ。久々に刈るとこ見ます。はい、分かりました。チェーンソー、はい、はい、さあ、ロープを高い位置にバチッと、ほら、うまくいったやつだけ取ってや。さあ、ロープをかけて引っ張る大作戦。行きましたね、回りきらんはね。あ、今横から回るようにやってたんですね。そうそう、後ろいろいろ根切って、ちなみにこれが今切ったやつ。あー、でもちょっと端っこはこんな感じで、確かになんか材質がなんか違うような、こんなもんなのかな。
ねえ、これ積む用の長さっすか。ね、薪で使うんで、ああその30センチか35センチの倍掛けみたいな。そう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 。あ、もうちょっと長い、3メーターにしようかな。微妙に 2メーター70、取り分いいようにってことですね。10本とさあ、もうここら辺も枯れ木だらけっていうことで、流れが降ってるのがあるので、これが枯れると折れてその下に下敷きになるっていうことが、でも年にありますよね、なんかそういう巻き込まれるっていうのは。あ、ありますね、ね、はい、事例でいっぱいあって、はい、もうあのね、山歩いてたらいきなり上から枯れ木の枝が折ってきて、うん、メットなんかしてなくてね、登ってくると直撃するとね、うん、ちょっとあの死に至りますんで、うん、で枯れ木は近づかないということで。そうですね、皆さんもう本当にあの早めに処理してあげたいと思いますね、うん、はい、すごい最小限の力で積み込むんですね。はい、ということで、わー、眩しい、眩しい。いや、綺麗になりましたね、今で。そうですね、
はい、これってまあその危ないで着るっていうのもそうなんですけど、うんうん、これってそのなんかさっき写真撮ってて、はい、あのなんか補助金みたいなのがあるんですかこれ。そうですね、森林酸素の多面的対策発揮交付金。やばいねー。はい、山の管理でこれからの補助であったり、はい、県や市、まあ、福井市はなんかは上乗せであるんですけども、はい、まあ、そういった形でね、多少なりの、うん、あの補助制度を設けられているので山林整備に関してね、はい、まあ、そういうのであの一部あの作業の、はい、日当であったりとか燃料費であったりとか、まあ、そういったものにも当てる、あそこに当てることができるんですね。そうできるということです。ただ綺麗にしただけでもなく、うん、本当にお仕事になるんですねちょっとは。そうです ね、そんながっつり儲かったりとかはないんですけども、はい、多少なりね、はい、僕らの日当を少しでも出ればなというところで、ね、プラス自分の趣味に、ね、なんか当てたりとか ね、はい、山をね、そうですね、山好きなんだとか、はい、そうですね、はいはい、でこういった木をね、まあ、山で朽ちさせるよりも持っていってね、はい、バイオ燃料として自分の家で薪ストーブとか薪ボイラーに使えたらまたいいですしね、うんうん、まあ、もちろん綺麗な木やったら販売してもいいんですけども、ね、はい、なかなかまあこれは売り物にならん木ですので、これでダメなんですね。そうですね、はい、でちょっと今上までなんか開通したと聞いたので、はい、ちょっとそっち右行っていいですか。わかりました、行ってて、はい、はい、ちょっと行ってまいります。この辺片付けておきますので、はいはいはい、ちょっと行ってまいります。はい、いやー、つうわけで木切って積み込むところは今まで見たことなかったからね、切るところぐらいはあるんですけどね、今までここで見てたのってホリホリするね、山の道作り綺麗でしょ。これね、雑草今冬だからってのももちろんあるんですけど、本当に綺麗にやるとね、雑草もねほとんど生えないの、すごい。ほんでなんかこれね、YouTube と組み合わせすげえいいなと思って、自分的にもね、山きれいにしてね、ほんで動画にもなるし、でまあ補助金申請とかそこら辺はねちょっとまだ自分も勉強してないんですけど、うえ、まあまあハーハーになるぜ。鹿さんの足跡、はあ、はあ、ということでちょっと、今山頂まで登ってきました。最高だぜ。じゃじゃーん、見てこの景色独り占め。いや前道見た時11月末だったかな、来たのまだ全然ここまで行ってなかったんだけど、1日ほんと30メートル50メートル調子いいとさね、50メートル超えとかもあるらしいんだけど、進んできるからさめちゃめちゃ進んでた。ほんでね、これ今足元をね、ジャブジャブっていうかすげえ動物の足跡なんだけど、ひづめの跡が、まあ、これもね、ぐちゃぐちゃじゃねえかって削ってね、思い方いるかもわからんけど、雨降って地固まるのごとく、これどんどん固まってね、固くなってくるんですよ。いや、ほんでね、これもうマジ男のロマンだなと思うんですけど、今ここにね、今年やるんかわからんけど、別荘するんだって、別荘。みんなが泊まりに来れるような。だから、いいなって、マジいいなって、羨ましい、マジで羨ましい。自分もね、もう丸3年ぐらい経つんだけどね、別荘計画まだ諦めてません。うちもこういうの見たらね、もう山もいいなーと思うし、本当に困ったもんですわ。山もこうやって開拓した、ほんでこの道が通るところの周りの木がね特に綺麗になってね、ほんで危ない木もねちゃんとカットして、さっきみたいにね、ほんでできることであれば補助金もいただいてね、ガソリン代とかその日のねお手伝いさんの日当分ぐらいになるかもわからんでさね、ほんでなんかそういう細々みたいなのもありなんじゃねえのかなって思うね。ほんでやり方によってはね、別に細々にならん可能性もあるし、YouTube とかね SNS との相性もねもう最高にいいと思うんだよね。こんなまだまだ知らんね、この日本は自然豊かなんだぜっていうのあんまり気づいてないってね、世界的から言われてる、自分も全然気づいてないんですけど、この自然が当たり前みたいな、最高、控えめに最高、この夕日も独り占め、マジ最高じゃないです か。 だから今年っていうか、もう昨年からなんですけど、この道作り講習なんかもプライベートでね何回か来たりしてて、どうやって道作るんだろうとかね、道入れるんだろうみたいな講習会もね行ったりしてるんですよ。いやちょっとね楽しいですねこういうのが。はあ、戻ろう戻ろう。ほんでね、宮田さん、先生とかも結構やってて、で金沢とかでもやってるし、全国各地でやってるんだけど、
作るみたいなね、あのそういうのやってて、あの金沢も店いっぱいになったんだかな。で福井もね、あの今度募集かけるみたいな、言ってたので、あったらね概要欄貼り付けておきます。はい、ゴリッゴリとした想像してる、林業をねフルコミットでやりますよってのももちろんなんだけど、あの週末ね、あの自分の山やってみようかなとか、なんかそういったやつもね、大歓迎ということなので、ぜひ、チェックしてみてください。いやマジ自分の人生もう一回あったらね、そこもね多分行ってそうな気がするわ自分は。まあ個人的に休みの日によう来たりしてるからね、こういうとこね。よし戻ろう。でもすげえな見て、本当に11月末からね、いや10月の頭から挨拶来たの。そっからこんなに進むなんてね。お疲れ様でした。ありがとうございました。いや立派な抜刀ででかっ今日はありがとうございました。貴重な体験を。どうもありがとうございました。思ってた 1.5 倍ぐらい長かったでしょ。結構あります。最近上がりました雪降ってから。上がってる上がってる、ね、足跡とか獣の足跡もあったし、人もいるしと思って、そうめちゃめちゃ掘りましたねあれ年末、うん、そう頑張ったでしょ。ここまで伸びるとは思ってなくてでしょ、はい、あれ1日何メートル進めたんですかあれ、まあ、場所よりけりやと思うんですけど、そうだ 時間もね短かったり、あそうなんですね、バラバラやったんで、ね、はい、はい、まあ、でも調子いいと本当 4,50 メートルぐらいガッと1日で、まあ、行く時もありますね、はい、塩僕も何もなくないし、うん、いやなんかロマンが詰まった道 でしょ最高でした。まああそこにね、はい、もう建屋を建てていく計画もありますので、ね、はい、ロマンがねンが今年できるみたいで、そうですね、はい、で宮田なんか福井でもなんかスクール、うん、なんか開くということで、これって僕もまだ あんま知らないんですけど、はい、この例えばもう仕事辞めてフルコミット型なのか、うん、どっちなんですか、はい、自発型林業もいろいろありまして、はい、どんな風な形で山の取り組みしたいかなんですよね、うん、はい、ガツッと林業でそれなりに稼ぎたいのか、うん、まあ、そのためには山の確保も必要になってきますよね、はい、それとかまた山を持っている方は自分の裏山の、うん、整備をしたいっていう形で、別にお金は度外視してでも、うん、まあ、山の整備したいっていう、うん、まあ、週末林業タイプ、ね、はい、タイプですね、はい、はい、まあ、そんなのとかもありますし、はい、あとはまあ林業と何かを組み合わせる、うん、例えば飲食と林業を組み合わせるであったりとか、まあ、キャンプ場だったりとかですね、そうそうそう、キャンプ場と、うん、組み合わせたりとかね、はい、これってその、うん、なんか応募資格みたいなんてなんかあるんですか。そうですね、今3月から、はい、自発型林業の講習を、まあ、25日間プラスアルファ25日間の最大50日参加できるやつがありまして、はいはい、それを3月の、上旬から、はい、ここ福井でまたやる予定になってます。開催されるんですね、はい、定員は一応10名なんです。あ10名なんですね。そうなんです、ね、あ10名なんですね、はい、まあ、でもそんだけ本気な人がいるといいですね。そうですね、山の仕事を学びたいとか、はい、自発型林業の魅力を存分に味わいたいっていう人はぜひね、はい、で男女問わず、男女問わずです、はい、もううちのメンバー見てもらったらやっぱり女性スタッフが、はい、そうですね、はい、多いですし、はい、女性でもできます、はいはい、というわけなので、はい、もしよかったらね概要欄の方にリンクあるんで、そこからいろいろ詳しいことを ねチェックして、はい、来てみてください。はい、はい、またよろしくお願いします、はい、僕もまた今年もよろしくお願いします。いいよ今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、というわけでじゃのー